どうも皆様、こんにちは、平山茂です。今日は5月30日日曜日ですね。現在時刻は6時13分でございます。まもなく14分になろうとしております。皆様、日曜日ですね。どのような一日をお過ごしでしたか？なるほど、それは素晴らしい日曜日でしたね。素晴らしいですね。いやー、素晴らしい。今日と同じように明日月曜日も楽しい一日を過ごしましょうね。ね、私平山茂も明日一日楽しく過ごしたいと思います。さあ皆さん、明日は何の日か知ってますか？知ってますよね。明日はロト6の日ですよ。明日ロト6、私買いますからね。もし高額当選したら、あなたに最大で100万円手渡ししたいと思います。ぜひ当たることを祈ってください。皆様の思いが力になるのです。明日のロト6、ぜひ当てましょう。休日明けの月曜日となります。行きたくないな、そう思っている方もいらっしゃるでしょう。でも明日はとってもとってもいいことがありますからね。明日も楽しんで朝目覚めましょう。そのためにも今日はいっぱいいっぱい寝ましょうね。そしたら明日がきっときっと素晴らしい日になると思います。では皆様、また明日お会いいたしましょう。また明日皆さんに会えることを楽しみにしています。それでは皆様、おやすみなさい。また明日。平山茂でした。